これはズグロカモメですね。はい、世界的に非常に、ね、数が少ない、まあ、まだ今数千羽前後ぐらいかなというぐらいしか世界にいない、ね、非常に数が少ないカモメの仲間になるんですけれども、はい、藤間干潟ではだいたい冬から春にかけて、ね、最大30羽前後ぐらい来ています。冬の間というのは頭が白いのでズグロってならないんですけれども、だいたい2月前後ぐらいになると繁殖羽に変わってくる段階で、頭が真っ黒に変わります。干潟のね、出てる時にちょうどこの水際のところをね、ふわふわふわと飛びながら、カニを探して急降下してカニを捕まえるっていうね、そういう光景がちょうどこの1月2月ぐらいとかだと非常にね、見やすいかなと思います。